トットスミスはアメリカ合衆国の男性プロレスラー。マサチューセッツ州林出身。WWE 所属。2001年プロレスラーデビュー。2014年1月、ローが主催するトッププロスペクトトーナメントに出場。4日、1回戦のチーズバーガー、2回戦のアンドリュー・エバレットとの対戦を制して決勝へ進出。25日、決勝戦にて、 レーモンドローと対戦。勝利を収め、同大会優勝を果たした。4月4日、ローとタッグチーム、ウォーマシンを結成し、ロータッグ戦線に参入する。2015年8月22日、フィールドオブオーナー2015にて、ウォーマシンとして出場し、KES と対戦。この試合に勝利を収め、試合後に、KES が保持する。 GHC タック王座に挑戦することをアピールした。9月19日、プロレスリングノアが主催する、グレートボヤージュ2015イン大阪にウォーマシンとして出場し、GHC タック王座を保持する KES と対戦したが、敗北を喫して王座ダッシュとはならなかった。12月18日、フィナールバトルにて、ロー世界タック王座を保持するキングダムと対戦。勝利を収めて、 第44代タッグ王者組に輝き、ローデのタイトル初体感を果たした。2016年11月、新日本プロレスが主催するタッグリーグ戦、ワールドタッグリーグにウォーマシンとして出場。2017年4月9日、天山広吉小島聡組から IWGP タッグ王座を奪取した。NXT2018 年1月16日、 WWE と契約を交わし入団。4月11日、WWE の参加団体である NXT にてヘビーマシーナリー VS、リディックモスティのサバテリの試合中にロボと共にウォーレーダースとして来入。両タッグを襲撃すると最後にサバテリにホールアウトを決めてリングを占拠した。二千十九年一月十六日、NXT テイクオバー、フェニックスで NXT タッグ王者チームのジアンディスピューテッドエラに挑戦。終盤になると孤立して、集中攻撃をされるもが第2を測定で避けると、ハンドスプリングエルボーなどの技で挽回。そしてフォールアウトを決めて勝利。王座を体感した。WWE2019 年4月15日、WWE RAW で自身は、アイバー、ローはエリックへとリングネームを変更。 そして、タックネームをバイキングエクスペリエンスに改めてデビューした。同月22日、タックネームをバイキングレーダース、ザ・バイキングレーダースに改名。連携に、ハンソンレーモンドロー IWGP タッグ王座。ありがとうございます。